はい、着きました。松尾大社。松尾大社。松尾大社ですね。赤は NG。赤は NG で、はい。はい。今ここにいるんですね。今ここですね。ま、すぐ松尾大社があるんですね。で、ここ行きたかったんですけど、事前予約がいる、ね。苔寺は事前予約がいると。またイベントです。あれ、なんすか？あれ、これ鳥居。あ、すごい。あ、すごい。いや、すごい。すごい。あ、でっかいなぁ。えげつないでかさやな、これ。来た。もう一個の。もう一個の神社や、もう一個の鳥居や。すごいな。うわ、すごい、なんかぶら下がってる鳥居に。なんやあれ。すごい、なんかフリーマーケットとか。団子屋あるで、団子屋。食いたいな。団子屋。ちょっと一回軽く。これすごいな、これお酒の。お酒の資料。お酒の資料とか。やばい。酒粕大根。ワクワクするな。いろいろあんな。はあ、すごい、なんかいい感じだな。あ、すごい。うわ、なんかいろんな漬物がめっちゃうまそう。ちょっと俺も。あ、ありがとうございます。これ一番人気ね。これ一番人気。あ、ほんまや。梅しそ青じそ大根。あ、めっちゃうまい。うまい。うまいな。あ、これやな、さっきの。なんか、うん、売ってあったの。美味しいな。ちょっとベチョッとするかもしれんけど。酒粕大根。うん。うんうんうん。あ、あれやな。すごい。あの酒の味がしっかりと、うん、これはいいですね、うん、なんかあの、うん、関西のおせちこれか、うん、せちおせちおせちおせちこんな感じやん、関西のおせち。あの白味噌やん。あ、そうだ、こんな感じ。めっちゃいいな、関西のおせち。うん、松尾の神と酒造り。へえ。ああ、そうなんや。すごいな、こんな歴史があるんやな。なんでお水が美味しい。松尾ってそういうことかな。神様に捧げろって。あれや、あのあれや。あ、口神酒やないこれ。口神酒やな、言おうと思った。やっぱそうなのかな。あのドロ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 ってあれやな。口神とは書いてなさそうやけど。これうまそう。あ、うまそう。うまそう。これめちゃくちゃ、めっちゃ綺麗じゃない庭。うん。庭すごいな。さっきのあれに続くのかな。いやない、さっき。そんな感じするけど、どうなんだ。松尾大社の近くで買ったんですね、これ。これなんすか、これ。いちごよもぎ大福。あ、いちごよもぎ大福。それ特徴的な見た目。この中にあんこといちごが入ってるんです。ああ、すごい。どうですか。あ、すごい、いちごが、うん、あ、いちごがすごい。あ、すごいな、やっぱすごい、うんうん、
なんかさっきも動くのって言ってる。ウルトラマンティガみたいなやつやね、なんか。ウルトラマンティガに出てきたようなやつやね。ちょっとここ寄ってもいい、このなんかレトロなアメ屋っていう、なんだろう、ここアメ売ってんの、アメ売ってるんじゃん、駄菓子売ってるんじゃん。あ、そう、いや、いいっすね。あ、いい、ちょっとサイダー飲みたくなってきたな、なんかサイダー冷えてない、いや、サイダー売ってる、冷えてないけどな、冷えてるのあったらちょっといいっすね、なんかね、いろいろあってね、いいっすね。ポンスケ、ポンスケ、ポンスケを、おにぎりせんべいとか知ってる？あ、知ってる、同じとこちゃうやん。いや、違うけど、そんな感じってこと。これ竹取物語もここで誕生したって、マジで。けど閉まってるな。要予約って書いてるわ。要予約やわ。じゃあ今度さ、ポケデラ、要予約、ポケデラ来た時に一緒に来よう。確かに。はい、スズムシ寺待つこと40分くらい、ついに入り口が見えてきたけれども、行けるのでしょうか。ここで寸止めされたらちょっと辛いな。ここで寸止めされて、ここであと40分待ってくださいがきついね。これ行けんじゃない、さすがに。すごい、どうぞ。あ、大丈夫です。行けますか、ちょっと。狭いですか。置いときましょうか、じゃあ。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあ前に行ってください。前に進んでください。ご主人以外の方は。あちらでね。ご主人の動きがない方は、ご主人以外の方はね。ご主人がどっか消えたな。あった。入らん。あざす。ちょっと待っといてくれ。お金いるわ。あざす。次の方はお使いいたしますね。300円お求めください。忙しいな。はい、すいません。1000円お使いいたしますね。これ持って帰りに。はい、300円。500円から。はい。番号札です。お帰りにお受け取りください。はい。はい、次の方はこれ持って帰りに行ってください。はい、中は撮影できます。あ、そうなんです。はい。すごい、めっちゃうまそう。大盛りだからめちゃくちゃ量が多いですね。すごい。スズムシ寺どうでした？もうめちゃくちゃ弾丸トークやったな、あの。お話でしたね。お坊さんの、はい、うん、すごいトークうまかったな。メラちゃん寝とったり。あれでもだな、30分話したよな、あれ。最後、10分眠かったな。あったかいから。この家すごくない？この家。これ、すごいわ。これ何？これすごいな。マジで。いや、わからんけど。台所。あ、出るときにめちゃくちゃ行列になってる。俺らが最初見たやつや。みんなだけあれトークショー待っとったよな。トークショー待っとったよな。うん。君ちゃんお地蔵さんです。お地蔵さん。あ、すごいお地蔵さんや。はい、帰ります。
楽しかったですか？楽しかった。ああ、面白いです。急にテンション下がる。急に。